ハロー YouTube。 国際不動産エージェントの鈴木でございます。今新宿のサザンテラスで YouTube 収録をしております。今回の動画のテーマは尾道餃子事件によるひろゆきとホリエモンの絶縁というテーマで送らせていただきます。尾道餃子事件って皆さん覚えておられるでしょうか。コロナ禍が始まって約半年経った2020年9月にですね、広島県尾道を訪れたホリエモンこと堀江貴文さんがですね、ちょっと現地の餃子店の店主とトラブルになって、でそれを彼の SNS に上げたところ、彼のファンがたくさんお店にいたずら電話かけたりということで、結局そのお店が続けられなくなってしまったと。でそこでひろゆきですね、はい、西村ひろゆきさんですね、皆さんご存知の彼が餃子店の店主にクラウドファンディングで1500万円集めてあげて、まあ、今は無人店舗っていうお店で再開しているようなんですけども、まあ、それでひろゆきが拍手喝采を浴びて、ホリエモンが悪者になって、でそれでムカついたホリエモンがひろゆきに対してもお前絶交すると。で私ですね、尾道には結構ご縁がありまして、その当時はですね、尾道で不動産を買って毎月のように改修工事とか見に行ってたのでですね、実はその餃子事件起こった数日後に尾道にちょうどいて、まあ現地の話題にもなっていたので、私も動画を上げたことがあるんですね。このひろゆきとホリエモンというのはもともとすごく良いコンビでですね、まあ、お互いに漫才みたいな掛け合いでですね、非常に面白いトークショーとかを、ね、やってたんですけれども、まあ、そういう過去があったのでですね、なおさら絶縁というのがやっぱり残念ですねと。ぜひ仲直りしてもう一回2人の掛け合いを見たいという人もですね、少なからずいるわけですね。まだ絶交しているという状況は変わってないらしいなんですけど、それ以降ですね、ひろゆきは地上波テレビにいろいろ重宝されまして、いろんなトークショーとかにコメンテーターとして呼んでいただくという感じでですね、今本当に毎日のようにいろんな番組に出ていると。で代わりにホリエモンはあんまりですね、地上波に呼んでもらえないんですけれども、まあ、その代わりネットメディアに多数登場しているという感じなんですね。で私ですね、今回の動画の趣旨はですね、この尾道の餃子をきっかけとした絶縁事件というのがどんな背景を持っているのかというのをですね、私なりの視点で語ってみたいということなんです。ひろゆきとホリエモンというのは、まあ、間違いなくですね、今の日本を代表するですね、実業家兼タレントですね、まあ、間違いなく賢くて優秀な2人ですね。ただですね、まあ、お互いにとても賢い2人がですね、それぞれどんなターゲットに対してどんな情報発信をするのかという、そういうスタンスや考え方の前提の違いから起こった絶縁だと私は考えています。私の意見で言うとですね、ホリエモンという人は日本社会のトップ 10%、 具体的に言うと知力、経済力、文化資本みたいな意味においてのですね、トップ 10% をターゲットにですね、まあ、彼らに対して新しい発想を与えてさらに刺激したり、まあ、エンパワーするというような情報発信スタイルを信条としている、まあ、方だと思っています。で彼の場合ですね、トップ 10% 以外のですね、ある意味一般ピープルに対してですね、丁寧に説明するとかですね、分かってもらうということにはほとんど興味がない人間なんですね。で一方その辺ですね、ひろゆきは対照的でして、まあ、彼の場合ですね、自分自身は実業家として大成功していますし、まあ、今マスコミでもたくさんお稼ぎになっていると思うんですけれども、まあ、彼の場合ですね、ホリエモンとは対照的に日本社会の大部分ですね、トップ 10% 以外の 90% を占めるですね、一般ピープル向けにですね、いじりながらこうだよね、こうしたらいいよねとみたいに共感するタイプの情報発信をしていると思うわけなんですね。でその2人の一番態度が分かれるところは、今の社会ですね、どうしても知識社会ですし、どうしてもその持てるものと持たざるものにですね、二極化する傾向のある社会なんですけど、この知識社会でどう生きていくかという点においてですね、ホリエモンの方はですね、自分が勝者になろうとする、まあ、ある意味支配する側に立つと、まあ、少なくともその支配する側のトレンドに絡んでいこうっていうようなスタンスでですね、まあ、その中で自分の生きがいとか経済的成功をつかもうぜっていうような情報発信を主にしていると。で逆にひろゆきはですね、むしろですね、知識社会の中で、まあ、どんなに頑張っても上の方に行けないであろうと思われる 90% を占める、まあ、一般ピープルに対してですね、まあ、もっと肩の力を抜いて気楽に適当に行こうぜとみたいな情報発信スタイルを信条としていると思います。例えば彼の場合よく言うのはですね、月給がまあ20万円ぐらい
ある普通の人に関してですね、月に1万円余分に稼ぐのは結構大変だししんどいから、その分は1万円節約しながら楽しく生きようぜみたいな情報発信をするということ、基本的に情報発信のターゲットとか伝える情報というのがかなり違うということなんですね。その違いがですね、まあ、2人のトラブル絶好という状況を生み出しているのかもしれないなと思います。で、まあ、尾道の餃子屋事件が起こった2020年9月なんですが、その当時からまあホリエモンはですね、自分自身もまあ飲食ビジネスを展開しているということもあって、コロナ禍の中で非常に逆風の吹いている飲食店文化を盛り上げるためにいろいろなイベントをやったりですね、いろんな試みをやったりして頑張っていたわけなんですけど、やっぱりですね、なかなかそれが世間に理解されずに不条理な思いをたくさんしたわけです。そんな中ですね、マスク禁止みたいなですね、ホリエモンにとってみれば非合理ですねを押し付けるような店主にムカついたっていう、そういうまあ感情をむき出しにした部分があるかと思います。で、一方ですね、白雪はですね、餃子屋事件が起こってホリエモンが炎上した後ですね、こんな発言するんですけれども、ホリエモンみたいな有名なインフルエンサーがですね、個人事業主を叩いても仕方ないだろうというような前提で考えて、実際に彼がクラウドファンディングでお金集めて手助けをするというですね、ことになっていたわけです。で、まあそういうことをすればですね、当然世間はひろゆきに対して拍手喝采をしますと。で、まあ彼はその後ご存知のように地上波でたくさん呼ばれてコメンテーターとして大活躍することになりました。で、一方はホリエモンからすれば自分が悪者にされてしまったようで面白くない、まあ当然その原因は彼自身が作ったわけなんですけど、やっぱり感情としては面白くないです。やっぱりその原因を作ったひろゆきに対して良い感情を抱くことができずに、やっぱり絶好することになるわけなんですね。まあ、こういう状況が起こった時にですね、やっぱり世間的にはですね、ホリエモンの行動を大人げないと酷評するのは自然なことだと思うし、その裏返しとしてひろゆきに対して拍手喝采するっていうのが、まあ、そういうのが世間だと私も思っておりますと。この点でやっぱりひろゆきはどっちかというとですね、まあ、情報発信スタイルの上で一般ピープルに寄り添うスタンスだからマスコミに重宝されるということもあると思います。で、一方でですね、やっぱりホリエモンはですね、こういうピープル向けの、マス媒体みたいなところだとどうしても分が悪くなりますね。まあ、彼が特に強調する科学的知見とか合理性みたいなところというのは私なんかは非常に理解共感するんですけど、やっぱり一般的には世間には理解されにくいし共感も得られにくいものだと思います。で、私はといえばですね、どちらかというとホリエモンの方にシンパシーを感じる人間なんですね。その理由はですね、私も彼と同様に、概ね日本のトップ 10% をターゲットとする、情報発信者だからだと思います。なぜ私がそうしているのかというと2つの理由がありますね。1つはですね、私本業が海外不動産投資の商売をしていますね。これ高額商品ですよ、何千万円とかからスタートするよ。なのでですね、渋谷の人混みの中に出かけてって海外不動産どうですかみたいな感じで売るようなものではないということで、情報発信スタンスの上でもですね、おおむね日本のトップ 10% をターゲットとした方が商売につながりやすいというのがあります。で、2つ目はですね、私自身にとってなんですけれども、理解力の高い人とかやっぱりロジカルなことをですね、理解できるような人を相手にして情報発信した方が自分も気持ちがいいし効率もいいと思うし、で、また私の人生の残り時間を考えるとですね、そっちの方を自分のやるべきことだと思ってるからなんですね。例えばの話ですね、私にとってお金を稼ぐっていうのはとっても簡単なことなんですね。私みたいな発想をすれば、こういう情報を得て行動すればですね、基本的にそういう発想を理解できる人であれば、今の世の中でお金を稼ぐ資産を作るっていうのは比較的簡単にできると思うんですよね。なので、この私の発想とか与える情報っていうのを最初から理解しない人とか理解できない人、しようとしない人を最初から相手にしないっていうか、あんまり私の中ではですね、優先順位が高くないっていうことなんですね。そういう形で基本的に世間はひろゆきに攻撃的、ホリエモンに批判的ですけど、私自身はどちらかというとホリエモンにシンパシーを覚えているという話をいたしました。ということで、いってらっしゃい。